皆さんこんにちは、アゴラジオの時間でございます。お相手は私アゴラ編集長の新田哲司と宇佐美のりやです。どうも今週もよろしくお願いします。もう激動の解散直前スペシャルになりそうで、もうこの収録日の昨日安倍さんが記者会見を、しまして、そしてその直前にゆり子登場でもうなんかもう今週ちなみにツイートねすごい結構来てます。ありがとうございます。本当になんか見ました、あの希望の塔の動画。あ、見ました。僕も夜中見つけて YouTube 配信したらもうなんだこれみたいな、みんな早速みんなリツイートしたり反応が返ってきたりして、なんかもう笑っちゃいましたね。もう撮影めっちゃ仕込んでたなと思ったら、いやなんかだから若狭さんと細野さん、本当もう顔がないよね。もうなんかこのまさに本当に記者会見でそこまで言うかと思ったけど、リセットされちゃいましたか。いや本当ははしご外しのプロだよね。またこうやってはしご外される人出るんだと思って。怖いな本当に。もうまあそれだから小池新党の動向になんですか。まずその前に安倍さんの解散ネーミング話題ですが、国難突破解散か、パコリーヌ解散かと思ったのにと。パコリーヌすっかりもうなんかもう消えましたね。俺なんかさ、ちょっと少数派なのかもしれないけど、なんかその大義なき解散的なやつあるじゃない。はいはいはい。俺あれやっぱ事実だと思ってて、やっぱ7条解散ってやつですか、憲法の7条解散ってやつって、やっぱある程度理屈立たないと、まあやっちゃいけないとは言わないけど、あれイギリスかなんかはあれでしょう、向こうイギリスはあの解散権にはちょっと制限する方向に変えたんですよ。変えたみたいですけど、まあ別にそこまでやる必要ないけど、まあやる必要ないとは思ってるんですけど、最低限の理屈がないとを説明しないと、やっぱ解散ってそんな簡単にやっちゃいけないだと思うんですけど、昨日の安倍さん の解散の理由説明の記者会見はどんな風に見ました。あ、よく分かんねえないっていうことみたいな感じで、確かによく分かんないよね。だから一番分かんないのがまあこんなところを取り上げるメディアってあんまないけど、プライマリーバランス2020年達成はできないけど、はい、財政再建の旗印は下ろしませんみたいな、それは言うのはいいけど、じゃあどうすんのみたいなところは全くないから、矛盾してる人がいい。矛盾前は言わないけど、それなんか無策じゃねえかみたいな、なんかその私はまだ戦い続けみたいな長妻明のポスター的なやつ何と戦ってるんだろうみたいな、そういう感じで、なんか解散の理屈って もうちょっと納得いくもん出してよっていう気はねしますよね。今日ちょっとあまり解散理由に関して突っ込むところがないんですが、でも本当なんかその辺は本当にメディアはもっとなんかだからってさ、その木村聡太とか出てきてさ、まあね、なんかそのなんかこう、ま、た立憲主義がとか言うと、そりゃお前ちげえだろっていう気もまた言ってるみたいするんだけどさ、まあ、木村さんもな、なんかもう理屈は立つんだけど前向きなことがないからな、もう怒られちゃうけど、こういうこと言うと、まあ、結構、まあ、どうしてもうちの読者層的になんか保守なユーザーの方が多いんで、安倍さんは割と応援というか、まあ、割と擁護的な立場の方が多いんですけど、まあ、いくつかありますが、一つ目、盛りかけ問題を積極的に追及するかどうかは本当は政党で合意できる政策の主張があるのかという重要なテストになるのでは、政策がまとまらないのはまたしも、まとまるのは安倍個人攻撃だから、とりあえずそれをやるというのは信頼できないと思いますということで、まあ、盛りかけ問題ばっかりを言ってるやつっていうのはちゃんと政策をきちんと主張してくるのかどうかということを野党のその野望ぶりというのを結構厳しく見てるところだと思うんですけど、まあ、野党はそれこそまさに安倍さんの政策をそういうところをきちんとついてくるべきですよね。まあだからそう、野党もね、結局何したいかよく分からないからね、まあ、前原さんが変わったばっかっていうのもあるにしても、さすがに今のところ主張が何も出てこないからきついっすよね。本当なんかね、ちょっとよくですね、で、そうこうしてるじゃん、小池さんとかどんどん人集まってて、まあ、これに関する話題は多いですけど、いやちょっと驚いたのはアゴラでも転載しています、あの自民党の福田峰幸さん、まさかのまさかっていうか、まあ選挙区事情的には確かにそうなのかと思いつつ、まあ、いきなりニュース出てきて、いやよく現職で副大臣を投げ打ってよく行くなみたいなね、まあ、まあまだクビになってないようですけど、なんかちょっと驚きましたね。やっぱり選挙って、政治家って選挙がね全てなんだなっていうふうに感じさせますよね、こういうの見ると。本人もなんか
インタビューで、うん、まあ悪意はないんだろうけど義になることが重要って言ってましたから、まあ、確かにそれはそうなんだけど、うん、やりたい政策ができなくやれなるからみたいな感じでなんかね言ってて、まあある意味なんか毅然と言われてしまうとはなんですけど、ちなみにあのやはりですね、ネット的にはやっぱネットで人気のあれですね、日本の心、うん、中山さんがああいう決断したのは結構いろいろと反応が広がってるんですが、あ、筒井さんすごいですこれ、うん、中山京子氏って装飾なイメージだったけど、あの時代に東大進学するだけあって、実は片山さつき山尾豊田氏クラスの肉食系なんでしょうかって、知らねえよ知らねえよそんな、あでも中山さんでもすごい、あのもう本当旦那さんをすごいとにかく大事にしてるというか、旦那さんのためならもう本当に何でもやるみたいな感じで、そうなんですからしいですね、なんかね、だからもう今回もだからある種、まあただ当初私思ったのはその、今実際に心は日本の心は今5億円で軍資金があるようなので、これを持ってそのまま旦那さんを小池新党で比例でとか、まあ優遇する形で、選挙区でまあ購入するのは分かんないですけど、旦那さんを立てる代わりにバーターで5億円の軍資金を資金不足の小池ベンチャー政党にね渡すのかなという取引かなと思いきや、なんかどうやら各社の報道を見てると中山さんは離党していくということで、お金は入らず、なんかよくわかんない自民党に行くんですよね、だから、うん、結局、うん、日本の心って平沼さんの政党だから、うん、やっぱね、平沼さんの意思、ね、平沼さんの息子さんが自民党から出るっていうことで、それを尊重する事務局職員が多いんでしょうね、うん、そうでしょうね、だからまあそのまま自民党合流して、うん、まあ、小池さんお金どっか調達するのかって問題があるんですけど、まあ、あんな動画作ってるぐらいだから、まあ、誰かスポンサーいるでしょうかもしれないですね、うんうん、ちなみにあのまあ、ご意見いっぱいあって、まあ、あのこれ川松さんも言ってましたけど、都知事を辞めるんじゃないかと、すでに投げ出しそうな勢いですねっていうなんか意見もあって、なんか、まあ、ある意味もう本当都知事なのか、なんかもう国政政党の党首なのか、どっちがメインなのかよく分かんない感じになってますけど、なんか、ね、ダブル選挙説っていうか、さすがにちょっと日程的にはもう難しいと思うんですけど、もう都知事を辞める奇襲戦法に打って出てくるんじゃないか説が、なんかどっかで辞めると思いますけどね、うん、やっぱ感情二号線本当にやばいらしいですから、うん、まあ、こればっかり言ってるけど、でも本当にやばいらしいですから、そうするとその政治責任を問われる前にマークしれっと辞めて、うん、なんか後継実務家立ててみたいな感じになってもおかしくないですよね。ああ、なるほど。それで小島先生とかできたらどうしようかな。小島さんも実務家じゃないからさよくわからないけど、結構なんか豊洲の追加工事も不調だったらしいし、結構本当にやばいらしいですからね。もうだからなんていうことだ、都の建築系の部署が、うんうん、予定立てられなくて本当に今白紙らしいですね。オリンピックに向けてどうするかみたいなのって、ひでもこれでさ、別に特段マスコミも批判しないしさ、やっぱこう、うん、日本の報道ってテレビ報道って少なくとも死んだなという感じはありますよね、うん、ちなみにその報道に関して昨日あの記者会見の時にそのなんか小池さんがアウフヘーベンを言った時にその言った記者さんがよく分かってなかったみたいな話がなんか話題になってるんですけど、それに関して、小池氏、若狭氏と細野氏の政策議論をリセット、私がアウフヘーベンしますってどういうことよ、財政と安全保障は党内で合意形成してくれよ、そこをうやむやにしたまま国政やれると思うなよと、まあ本当に本当にズバリのご指摘だなと。なんかあれですよね、うん、アウフヘーベンとのハーマン・カーンが出てね、うん、あのハーマン、あのガンダム界隈は小池がハーマン・カーンって言ったっていうのですごい盛り上がったんですけどハーマン様だっていうのですごい盛り上がったんですけど、まあまあどうやらハーマン・カーンだったらしいんですけど、まあネタが面白いな。アウフヘーベン好きっすよね、あの人。あ、好きですね、うん、前も言ってましたもんね、うん、あ、そうだそうだ、前ヘーゲルだっけ、なんかの言葉だよね、そうですね、そうですね、仕様だよ ね、 ね。でもなんかそもそも根っことなら思想がないのに仕様って何なんだろうっていう感じあるんだけど、選挙を受かれた以上以外何もないからな。ドロドロしい集団だよね。うん、さてあの選挙展望で、まあね、結局次世代の党からお金もないし、まあ、お金がない中でどれだけ擁立するのかなという、どれだけの候補者を立てられるのか見ものなんですが、その辺に関して、当然東京の選挙区から希望の塾の塾生から候補者を立てることになると思いますが、都議会議員候補から落とされた人材が衆議院議員になるんでしょうかね。都議会議員組と国会議員組で希望の塾内の対立になりそうと。都議会議員辞める人出るんですかね。
やめて出るみたいな人は。結構なく、まあ、お金をなんとか資金を工面できれば、まあ、それはまあ、まあ、なってる人は自分たちの、まあ、組織があるから、まあ、なってる人全体じゃないけど一部は。なんかいそうですよね。なんか可能性はなんかゼロではないかもしれない。結構もう一部出てくるかもしれないですね。まあ、とりあえずなんか野田和さんとか出てくるんだろうけど、なんか北区はどうするんですかね。なんか音喜多先生。いつか国政に行きたいというようで、総理大臣になるのが目標ですか。音喜多先生はいまいち中身ないからね。でもなんかね、こんなこと言うと、音喜多先生に怒られちゃうかもしれないけど、音喜多先生も、なんか都民ファーストできたばっかりの時は、いやなんか一応自分はなんかこう要職についてるし、そういう立場でその主張することはしていって、なんかおかしな方向行ったらちゃんと是正するなみたいなこと言ったんですよ。まあだから俺は初めから小池百合子についてとかどうついていくとかどうかしてるぞって言って、まあ、今はいいけど絶対おかしくなるぞって言ったんだけど、まあその結果今干されきってるから、まあ、彼もね、それがなかったら当選できなかったからね、2期目、ままああ、確か結に。果オーライなのかもしれないけど、まあ確かに、あの時代だと本当に厳しかったんで、ましてや、だって定数が削減されてたわけだから、まあ普通だったらね、もう落ちるのはね、間違いなかった状況だったから。ら、結局、彼も小池百合子様の恩恵に授かってるからね、まあ、本当はあんまりでかい顔で文句言える立場じゃないのかもしれないけど、まあ、それにしたって扱いひどいけどね。あいつがね、なんか、舛添引きずりを下ろさなかったら、まあ、この茶番が始まらなかったわけだから、まあ、すべての元凶はあいつだって話はなくもないんだけど、音喜多先生は引きずり下ろすまで力ありましたですかね。なんか、だって、あいつがなんかさ、情報公開請求とかでさ、黒塗り文書とか出してきたのは結構大きかったんだろう、なんじゃか。まさに、のり弁っていうのがね、流行るきっかけはまさにそこありましたね。まあ、あとは柳川さんもガンガン、韓国学校みたいなのガンガン突っ込んで、だいぶ、まあ、韓国学校だけじゃあそこまで落ちなかったからね。確かにね、まあ結構盛り上がりましなんか、舛添さんがさ、なんか、今日さ、ツイッターほいほい。で、知事と政党の、トップ権の権利は無理だみたいなことをツイートしてて、おお、舛添さん来たと思ったけど、早速お前がいいなってみんな言ってて、舛 添さんもう嫌われちゃったなと思っ嫌われちゃって。た。増田さんとしてはね、これはある意味復権のチャンスというか、なんいか、や、もう復権狙ってますからね、今どこね。ぞの政党から声かかるのが、まあ、首を長くして待ってるんだろうけど、まあ多分自民党からも声かかんねえだろうな、なかなか。ちなみに今回この選挙至る前に、麻生さんのまた危ない麻生さんの発ギリギリ際どい発言がまた物議を醸してまして、武装難民射殺発言 誰？一応でついてきまして、麻生氏の武装難民射殺発言批判には当たらない、尖閣の漁船体当たりとか、父島の珊瑚密漁団を思い出せば、法整備議論が遅れてるのも迷惑と。まあね、ちょっと麻生さんも舌足らずなところあったと思うんですけまあ、あれど、なんか調べたら、もう10年以上前から言ってんだね、あの話。今回から言ったわけじゃなくなるて、ほど。2007年とかその時点で似たような発言してて、じゃあ、たまたまメディアが今まで取り上げてなかっただけなんですね。だから問題意識としてずっと持ってたことを言ったっていう感じで、あ、そうなんだと思って。まあね、フォントで、まあ、案の定、まあ、早速それを取り上げた朝日新聞ね。いや、だから結局、まあ、でも、あの人も失言ばっかだから、まあ、失言なのかとか別として、まあ、ある種、そこ、センセーショナルな発言ばっかだからさ、まあ、麻生さんが何言っても、まあ、読み取る側が体制があるよね。まあ、麻生さんだったら言い換えないよねみたいな。ビートたけしがなんか事件起こしても、たけしさんだからみたいな。例えばたけしさんの不倫報道とか見ても誰もなんか何も言わないじ言ゃわん、ないたけしね。さんだからみたいな、まあ、そういう感じの特別枠だよね、麻生さんも。特別枠。いやー、麻生さんもね、我が道を行ってる感があって、いやでも麻生さんの俺好きだったからね、リーマンショックの時、もうあの人でよかったと思ったけど、忘れないよ。なんか麻生さん退院の日に、普段と出勤ルート変えて、官邸前でお疲れ様でしたって言ってから出勤した。いや、あの時首相やったら偉かったっすよ。本当だ、かなり本当に今後まあいろいろと出てきておりますが、しかし今週はね、いっぱいね、あれがツイートが来まくりであれですか。1個で最後にこれやろうなんて、今週もアゴラジオネタてんこ盛りで貧乏暇なし、かっこ笑い、まさにその通りです。で、アゴラジオゲストコメンテーター投入してほしいです。毎回面白いですがマンネリ化しやすい、希望は
もちろん安住がいいなと言って、安住さんですかこれ。なんで安住さんなのかよく分かんないですけど、なんかあのあれですかね、蓮舫の件とかで、やってほしいですかね。なんか快感の美女ですか。快感の美女ですよ。あのあまあ多分ね、望月ネタとかでこれ昨日ツイートしていただいていただいたみたいですけど、なんかまあちょっと安住さんするから独ともかく、あのなんか。たまにゲスト呼ぶのありですね。誰かゲスト呼んでみます。うん、なんか一回ちょっと機会があったらちょっとあの一回そう一回あのまあうちうちですけど池田とぼうというゲストが一人来てるんですけど、あの一回ゲストをちょっと たまにはちょっと呼ぶのもありですね。なんか、うん、あの今回。もうなんかそうですね、まあ、目の前にいるスタッフ菊池っていうのがね。ちょっとまあ一回あのどなたかまあちょっと呼べそうな方はちょっとお呼びして、あの全然やるのは全然面白いかもしれないですね。あの選挙も近いですし、一回ちょっとそれをやるんですね。メンバーで、そうです、名古屋メンバーでちょっと一回手近で、まあ本当はちょっとまあなかなかちょっとまあ大体ちょっと東京近辺、東京界隈にいる方が多くなっちゃうと思うんですけど、まあなんか機会があれば、本当は音喜多先生とか来てもらっていろいろあの思いの丈を喋ってもらったけど、なんかやっぱ出るには多分党内の許可を取らなきゃいけないんだか知らないけど、いやそうらしいですか、ね、一応ね、あのここも一応メディアなので、やっぱなんかね、やだけですよ、やっぱ下手に出るとね、ちょっとまたなんかねいろいろ言われるんだろうか、まあというようなところでありまして、まああのおそらくですね、本当今日今週すいません、ツイート結構いつもの分量だったら多分取り上げられたかもしれない中でちょっと漏れちゃったところもあってすいません。あのまたとはいつあのまたぜひもう本当皆さん ラジオのハガキ職人の気持ちになって面白い切り口でぜひ引き続きツイートいただけると。あ、そうだ、はい、我々のついにあのウィルにデビュー。ああそうだ、今日あのこの収録日、今日あの発売日、あのウィルに、あのウィルにですね、あのウィルにですね、我々2人の対談、あの まさに新刊の朝日新聞がなくなる日をテーマにしたあの、まあ、本のちょっと圧縮版というか、あのちょっとプロモーションがてら、あの、まあ、別にプロモーションというと向こうからあの編集部から声かけていただいたんですけど、いや、あのウィルの安倍さん推しはすごいね、すごいね。そう、同じ本ですが、もうアベノミクス万々歳ですからね。なんかもうあとアベノミクスで浮かぶ日本をなんか何とかに進む韓国みたいな感じがウィルだなと思いながら、いや味が出てるなと思いながら、あれはちょっとあの、ね、ライバル氏 あの原田さんとこ以上にちょっとあのかなりもう振り切ってる感があってすごいなと思いました、ね、そういや見てて、あちなみに、ね、なんか僕まだ見てないんですけど、原田さんとこもね書評今同じ発売で今日発売でなんかねやっていただいてるようなので、ちょっと後で確認したいと思うんです。いや、あのウィルの香ばしさっていいなと思いましたね。すごいプンプンに言うなと思って。いやいや、本当にあのすごいなと思いましたね。なんか本当なんかね、ついにあっちに行ったかと思いましたけど、あっちに行ってませんからね。我々の独自の立ち位置ですけど、まあ今回編集部にはいろいろ行ったんですよ。乗ったんですから。ついにあっちに行ってしまったんですよ。行っちゃったの、我々は乗ったんですから。乗ったんです。乗ってしまったのか。行ったんです、我々は。まあぜひちょっとね、あのウィルにまあウィルの読者の方、まあちょっと中高年の方も多いと思うんで、ぜひあのまあ多分このラジオとか YouTube を見たりとかしたいと思うんですけど、まあそういう上の年代の方にもちょっと読んでいただければなと思いつつ、そろそろね、あのアイラあたりから取材来ないかな。いや本当は我々はね来てほしいの、まさにそっちのファン。アイラから俺やっぱプレイボーイがいいんだけど。あ、プレイボーイか。プレイボーイも微妙に酒化してるけど、あれぐらいだったらいい。あれぐらいの、うん、そうプレイボーイ来ないかな。そうだな、ちょっとツイートしてみよう。取材来ねえかなみたいな感じで、まあぜひぜひ来ていただければと思います。ということで、アゴラジオ本当総選挙解散直前スペシャルみたいな感じになりましたけど、ということでまた次回も、多分もう次回は、来週なので、もう解散済みで、またゆり子が公示前にまたいろいろ炎上芸を繰り広げてると思うんで、まあおそらく多分その辺がまた話題になると思います。ということでまた離島もね、面白い議員が出てくると思いますので、まあ、その辺のツッコミをやりたいと思います。ということでアゴラジオ、お相手は私アゴラ編集長の新田哲司と宇佐美でした。どうもありがとうございました。